私のチャンネルへようこそ JBN ワンビュー。キンプリダンス曲連発の背景にバズり狙いの指摘 TikTok 人気高いスノーマンに対抗。キング&プリンスへの新曲月読みのミュージックビデオが11日に YouTube で公開された。Twitter でキング&プリンスがトレンドワード入りするなど反響を呼び、高難易度のダンスも話題になっている。必要なのは誰もが知っているような圧倒的人気曲。グループとしてのインパクトを強めるためにも、キンプリは数字で存在感を示す必要があるのだと関係者は証言する。キンプリの人気の高さは異論を挟む余地がないほど、ですが世間の誰もが知るような大ヒットと呼べるのはデビュー曲くらい。主演ドラマや冠バラエティ番組の視聴率はなかなか振るわず、実は CD シングルの売り上げも上位1位2位のどの他事務所の有力なボーイズグループに抜かれる状況が目立ってきた。ジャニーズ内におけるライバルとされるスノーマンに負けられないという気概もあるでしょうし、新曲のダンスを武器に YouTube や TikTok だのバズりを狙って、数字的な強さを見せたいところでしょう。芸能事務所関係者。新曲、月読みの高難易度ダンスは早くも話題を呼び、YouTube での MV 再生数も公開18時間で140万回を突破している。TikTok でも流行する可能性は高く、どこまで数字を伸ばせるかに注目だ。月読みは11月9日にリリースされる両 A 面シングルの表題曲で、メンバーの平野紫耀が主演を務める TBS 系ドラマ、クロサギ、10月21日スタートの主題歌。キンプリにとって新境地となるラテン系のダンスナンバーであり、振り付けはフォースアルバム、メイドインの収録曲、一番を担当したリーハタが手掛けた。アフリカ寄りの動きを取り入れたというサビ部分の振り付けはグループ史上最高難度と言われた一番を超えるほどの超ハイレベルなダンスとなっている。これにネット上のファンからは、月読みのダンス、色気と力強さがミックスされてて間近に、ダンスの難易度が毎回上がっていて尊敬しちゃう、バッキバキのダンスと大人の色気に圧倒された、など、セクシーさを押し出した MV の雰囲気と高難易度のダンスに好意的な声が殺到した。キンプリはジャニーズの王道を行くキラキラ系ソングのイメージが強いが、ここ最近は先日の一番9月に発売したシングル曲、トラサとレイス、そして今回の月読みとダンスナンバーのリリースが続いており、歌番組に出演した際にはダンスが上手すぎる。と話題になることもしばしば。こうしたダンス推しの背景にはある狙いがあると関係者は語る。キンプリはデビュー当時からダンスの実力が高かったのですが、王道アイドルのイメージも大切にしており、ダンスナンバーと甘いラブソングを交互にリリースしていました。ここに来てダンスナンバーを猛プッシュしているのは TikTok など SNS でのバズりを意識しているからでは。今は CD 売り上げだけでなく、YouTube や TikTok への再生数もヒットの指針になっていますからね。特にキンプリのターゲット層である10ケラ20代は TikTok だの話題性を重視する傾向が強い。一番はそのダンス難度もあって、BE:FIRSTのメンバーを筆頭に他のアーティストやダンサーたちもこぞってハッシュタグチャレンジに挑戦した影響もあり、TikTok での総再生回数は10億回突破を記録。今回も月読みハッシュタグチャレンジが早速始まっているので、さらなるバズりを狙っているはずです。エンタメ誌ライター。このところキンプリは業界の内外で数字的な弱さを指摘されている。永瀬門主演のドラマ、新信長後期からクラスメイトは戦国武将からは、全話世帯平均視聴率が 4.4%、ビデオリサーチ調べ、関東地区、と低調で見逃し配信も振るわず、想定外の大爆死となった。CD の売り上げは50万枚超えの高水準を維持しているものの、スノーマンのミリオンヒット連発と比較するとインパクトが不足している印象が否めない。また、キ
TikTok においてもスノーマンは強さを発揮。主演映画の主題歌だったブラザービートの2番の歌詞 ER 算数に合わせて太極拳のような動きで踊る振り付けが自然発生的にバズり、 TikTok の2022年上半期トレンドのチャレンジ部門でジャニーズから唯一ノミネートされた。現在はメンバーの岩本翔が振り付けをした最新アルバムのリード曲ジューシーで披露している片足立ちダンスに挑戦するハッシュタグチャレンジバランスのダンスが人気を博しており、この勢いにキンプリが危機感を抱いても不思議はない。キング&プリンス、ようつやなダンス曲、月読みのミュージックビデオを公開しました。MV は、魂、混乱、逆転がコンセプト。時空の歪んだ世界でストーリーが展開し、さまよい、困惑するキング&プリンスへのようつやな表情を切り取る。振り付けはフォースアルバム、メイドインの表題曲、一番を手掛けたリーハタが担当。一番、声の高難度ダンスに挑戦している。初回限定版 A の付属 DVD には、月読みの MV、ソロシーンを繋いだ特別編集のソロアングルエディット、MV、撮影現場でのオフショットなどをまとめたビハインドザシーンズが収録される。他に、初回限定版 B には、彩りの MV、KP、キャムビデオ、詳細は後日派、MV、撮影現場のオフショットを中心にレコーディングやジャケット撮影の現場などをまとめ、ビハインドザシーンズスチェネソ、ディアチアラ版には、シアタークリエや帝国劇場など5人の思い出の地を巡りながら、5人だけの車内空間で、当時の記憶や思い出を語り合うドライブ映像、キング&プリンスへのノープランドライブが収められる。またはその他のニュース。キング&プリンス平野紫耀発売前の増刷について、人気グループ、キング、リンチェプリンス、平野紫耀賞さんが表紙を飾る10月17日発売の月刊誌ビセス D 12月号が発売前に増刷されることが決まったタップ。情報解禁後に予約が殺到したため、急遽決定したという。同誌史上5回目の増刷で、5回のうち3回は平野さんが表紙を飾った。表紙では、平野さんが鍛え上げられた肉体を披露。紙面には、続夏の夜の夢冬物語、平野紫耀クリスマスイブに私だけに見せる素顔、と題し、12ページにわたって登場する。同誌2020年9月号に掲載したストーリー、夏の夜の夢、の続編で、クリスマスイブを共に過ごす恋人役を平野さんが演じた。また、理想のクリスマスデートについて語ったインタビューも掲載される。以下のようにネットワーク上に表示されるいくつかのコメント。ドラマを見るのがとても楽しみになりました。ドラマのために書き下ろした本当は愛に救われたいと願っているという楽曲、月読みは内容から儚さや切なさを表現した感じですが、MV やタイトル、アーシャの背景に孤独ながらも優しげを感じるとぬくもりの人間味を感じます。彼らが表現するからなのでしょうか。この楽曲が主題歌にあると前作とはイメージが全く違って見えそうです。一番高を数ヶ月で再びリーハタさんとのタッグが見られるなんて感激でした。簡単ふ。どんなテーマの楽曲でも自分たちのカラーに染められる、染めてしまうキンプリの振り幅の広さには毎度感心してしまいます。クロサギと共に盛り上げていきましょう。簡単ふ。めちゃくちゃかっこいい MV でした。簡単ふ。この間のオールスター同様リピートが止まりません。リーハタさんの振り付けほんとかっこいい。大好きです。いやいやいやすごすぎるでしょ少々。ダンスは言わずもがな。ノスタルジックな曲調と排他的な歌詞。シュージとアキラ、抱いて、セニョリータを、彷彿とさせ日本人に突き刺さる。大ヒットの予感しかしない。毎回 BSD は期待を裏切らないので、先月半ばから予約していました。今回も増刷されるそうで、さすがですね。
雑誌掲載ラッシュで書店にたくさんの表紙が並んでいますが、どれもビジュアルが良くて結局買ってしまいます。魅力の更新が止まらない平野くん、週末のライブがますます楽しみです。今回ネット注文予約ができなかったので書店に予約に行き、店員さんにこの表紙の画面を見せられ、こちらでよろしいですか？と言われ少し照れてしまいました。いつも平野くんの表紙の雑誌を購入すると、ナチュラルテイストにしているリビングの一角に飾っておいて、ふとした瞬間に見ると気分が上がりますが、今回は正直にやけてしまいそうでどうしましょうな気分です。鍛え上げた肉体とありますが、平野くんはどこも行ってない矢印ジムとカニ、オーガニックマッチョと言ってます。ナチュラルでこの仕上がりは罪です。PSD さんは本当に毎度のことながら需要をよくお分かりになってらっしゃるので、表紙解禁前から期待して予約していました。前みたいに増版分は表紙を別写真にしたら買い足したいなと期待してます。何がすごいって PSD さんは毎回素晴らしい写真を載せていただけるので、表紙公開前にファンはすでに予約をしてる。私は表紙公開を待っていて、公開された瞬間予約しようと思ったけど、ネットショップではもうすでに売り切れ、予約不可となってしまいました。次回からは平野志陽くんが表紙の時は、絶対に表紙公開前に予約するぞ。PSD さんの志陽くんの写真って、いつもとにかく、すごいんですよね。まあ、ハンダが多いっていうのもありますけど、それだけじゃなくて、最大限に美しくてセクシーというか、写真集ここから出してほしいですね。おそらく社会現象になりそう。上半身を披露するときほとんどの男の人は鍛えてます。って感じを出してくるのに、いつも勝手に筋肉ついちゃって困るという平野くん。そのせいなのか自然の贈り物は美しい仕上がりで、なんだか申し訳なさそうに脱いでいる感じ。多分そこがまた女性心を引きつけるのでしょう。罪ですよね、これはもう。表紙が解禁になった途端、40分でネット予約一度完売して、その後本屋で予約と書いてあって、本屋でもなんだ？と驚かれる始末。何冊も買う人とか、みんな理性をなくして狂わされてるなぁ、と思います。自分も一冊は予約してますけど、天は何者を与えるのでしょう。あなたはどうですか？この問題についてどう思いますか？キング&プリンス平野志陽、いつも私にとって素晴らしいです。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。